にちは、佐々木です。本日はメルカリ出品した商品が売れて取引中ですが、販売した価格設定が安すぎたのでキャンセルしたいです。購入者への取引キャンセルする方法とはという点についてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。この動画でですね、ラインアットからね、質問がありました。ぜひね、こういった場合ってね、あるかと思いますので、ぜひね、紹介させていただきます。はい。この場合ですね、商品が安くね、例えばプレミア商品とか、スニーカーとかね、他の商品もそうなんですけど、出品するだけでも莫大に儲かる商品ってあるんですよね。で、その商品をたまたまね、安く売ってしまったので、実際に儲かる利益よりもね、安い利益になってしまったってことで、どうしたらいいですかっていう質問ありましたので、ぜひね、紹介させていただきます。この場合ですね、もう簡単ですね。これやるしかないですよ。ただ嘘つくしかないですね、これは。嘘です。で、他のポータルサイトね、一緒に出してたんですけど、売れてしまいましたって。ね、話をね、作ってしまえば、100%逃げれます。はい。で、私もね、これ実際やってます。はい。はい。なので、ぜひね、せっかくね、仕入れて、高く売れる商品をね、安く売ってしまって、非常にもったいないですよね。なので、ぜひね、こういった風に、話を作ってね、自分で、何でもいいので、作っていただいてね、逃げていただければ、いいかと思います。あとですね、この際なんですけど、アカウントですね。購入者の方がね、アカウント操作できると思いますので、悪い評価とか、またはですね、悪い文章、悪口ですね。記載される場合あります。これ実際私もあります。はい。なので、この文章をね、消してくれるポータルサイトでしたらいいんですけど、記載されてしまうとね、一時期売り上げちょっと下がります。で、数日経てば戻りますので、その点を注意していただければいいかと思います。ぜひね、こういった場合ね、最終手段として、こういった手法もありますよってことをね、受け止めていただければね、いいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。人気のスタンプお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE 登録後によろしくお願いします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。